私に答えるのだ。いざ勝負せよ。おかしいな。島にいるのは魔物だけでファデュイがいないぞ。駐留していた痕跡や装置はまだ残っていますが、誰もいません。妙ですね。まあいいです、占ってみましょう。はあ、うん、これは力が流れている。皆さん、ファデュイの痕跡を占うことはできませんでした。それに水裏の番がまた濁ってしまったようです。ただとある力が集結して形になっていくのを感じます。集まっている先はあの島です。次の元凶は誰に関係してるんだろうな。はあ、まずは行ってみましょう。手がかりがあるかもしれません。Thank you.
着いたでござるな。あれ、フィッシュル？本当だ。おーい、フィッシュル！来たわね、愚かな進化たちよ。おや、お久しぶりです。ん？そんなに経ってないと思うけど。あ、そのお嬢様と私はある気配を察知し、すぐさまこの地へと駆けつけたのです。皆様が来るのを待っていたところ、思ったより早くご到着されたので。なんかオズのやつ緊張してないか？オイラの気のせいかな。雄夜浄土の到来を目前にして、私は祝福の儀典を準備しなければならない。お嬢様、また一人で行動できるわ、ボス。もし深き夜の襲撃に縁起の情を抱いたのなら、白日に燃え盛りし光へと引きなさい。お嬢様、そのようなお言葉を私に言わないでください。私はあなたの従者であり、目でもあります。決してお嬢様から離れることはありません。詮索するような目で見ないでちょうだい。とにかくまだ説明をする時ではないわ。お嬢様、皆様申し訳ございません。お嬢様は機嫌が悪いようでして、どうかお気になさらないでください。それでは失礼いたします。はあ、別行動を取り始めてから随分と経ってるのに、まだ機嫌が悪いようですね。フィッシュルの様子を見た感じ、この辺りに現れる元凶は彼女と関係があるのかもしれません。うむ、拙者と関係する元凶に近づいた時もかすかに親しみのある気配を感じたでござるよ。あたいもだ。理由はわかんねえけど、何か面白いことが起こりそうな予感がしたぜ。ええ、フィッシュルとオズが何かを感じ取ったということは、その予感も当たっているということです。自分の元凶と向き合いたくないから、フィッシュルはあんなにイライラしているのかもしれませんね。そんな、どうして？多分彼女の元凶には他の人に知られたくない秘密があるのかもしれません。皆さん、一旦ここで休みましょう。元凶が現れれば謎も解けるはずです。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。